今まで GRP は、この世界の支配は二重の支配体制によって成り立っていると。その二重の支配体制というのは、影の政府、影の世界政府があり、各アメリカ、ロシア、中国、日本、EU、そしてイギリスというような国がある。国が連合しているのが国連だと。だから国連と各国々が世界の政治を独立国としてやりながら、その調整機関として国連があるというように言ってきました。しかし、世界の多くの人々は、その影の政府、いわゆる裏に隠れている黒幕的政府は、あまり信用しない、語らない。それを我々は言うと、お前たちは陰謀論者だと言っていた。これは太田龍也、宇野正美や、1960年、70年から続いてきてるわけです。だから全ての見識、有識、者たちはですね、知識人と言われる人たちは、その国と国連以上のことには触らない、触れない、語らない、考えないと、いう人ばかりだったわけです。それで我々は、それじゃ日銀の会社は政府の日銀ですか、それとも民間の日銀ですかと、聞いても答えない。政府だというふうにしか言わない。民間ですかと言わないんです。民間じゃありませんと。それじゃあ現実に民間の株式会社と同じようにジャスラックに上場しているのはなぜですかと。ジャスラックという株式取引所に乗馬してるのが日銀なんですよ。なぜですかと言ったら、わかりませんと。こういうまことで実に無責任な、回答するわけ。しかし、かりそめにも日本のエリートの中のエリート、キャリアの中のキャリアと言われる昔の大蔵省、今の財務省の人たちでさえわからないって言った。これじゃ我々としては、これはダメだと。こんな人たちで世界の実態も見ずに、世界の実態を見ないということは大局を見ないで小局を語る。大局がわからずして小局を語る。こんなもので、まともな国家戦略が成り立つのかと。まあ、これは日本の事情であり、アメリカにおいても、EU 諸国においても同じことが言われてきたわけです。そこでめいめいが、まあ、イルミナティとかニューコートとかディープステートとかフリーメイソンとか、いう言葉は知ってるけれども追求しない、語らない、考えないという。だから非常にいびつな形で世界の政治、世界の政治の大局が構成されていたということを我々 JRP は言い続けてきたわけです。それが2020年。2020年からいよいよ世界政府としての立場が国連だということが
表に出始めてきたのはコロナのスタートと通貨の管理機関が新しくできたと、それはこの CBDC という機関ができたという、まあ何回も CBDC が今年に1月から発足したことを私は言ってきました。 CBDC で何だと、それじゃああなた方に聞きますよと、一体 IMF の人事は誰が決めてるんですかと、 BIS の人事は誰が決めてるんですか、それでは EU のいわゆるヨーロッパセントラルバンク ECB の今総裁はドラギ総裁からラガルド総裁に変わったら誰が決めたんだと、これは答えろと、マクロンか、あのバカなジョンソンか、あのおちょこちょいのトランプかと、誰も答えない。だから私が答えると言ってるんですよ。誰も答えられないから私が答えてるわけです。世界政府だと、世界政府はそのヨーロッパ中央銀行の総裁ラガルドさんを IMF の専務理事から昇格させたわけですよ。それじゃ IMF の次期専務理事は誰が決めたんだと、誰も答えられない。みんなうつむいちゃう。すべての人に聞いてもうつむいちゃう。首をかじげて答えろって言うの。トランプかって、いやそうじゃありませんと。ジョンソンかって、いやそうじゃありませんと。マクロンかって、そうじゃありません。メルケルかって、そうじゃありません。プーチンかって、そうじゃありません。習近平か、そうじゃありませんと。まさか安倍かと。いや、そう絶対ありませんと。まあ、そういうようなもので、誰も G7 のトップの人たちはわからない。だから私が答えてきたのが、入行途だということなんですよ。金融に関しては入行途だと。そこでディープステート、ディープステートで言ってるじゃないかと。これはディープステートは、いわゆるワールドフォーラムだと。そして今の経済政策とか、株価操作だと。今のコロナもそう、コロナ。コロナの WHO だとかっての世界、パンデミックプロジェクト、そして経済崩壊、環境浄化、そして人口削減、エネルギーの転換、そういうあらゆる問題を解決する人たち、こういう人たちがイルミナチ、イルミナチ。しかしイルミナチはそれじゃニューコートとどういう関係だといえば、これは一体なんです。全てがやはり歴史的には名前は違うが一体なんです。そしてイルミナティとディープステートが一体で、ニューフォートも一体、そこに若干の色の混ざったとこ混ざらないとこ、いろんな形があるだろうと、私はフランスのラダードフレールというところのトップと、1976年、7年、8年、9年とお付き合いがあって、世界を一緒に回ったことがあります。ラダードフレールのは、オーナーはロスチャイルドです。当時はまだ冷戦体制で、NATO 対、いわゆるワルシャワ条約機構と、
ロシアの対立が東西冷戦構造を作ってたわけ。その頃のメルケルさんは西側じゃなく東側のドイツの非常に優秀な若い女性の、政治工作等もやる学者だった。今のプーチン大統領はその東ドイツの KDB の代表でもあった。情報関係者です。工作担当者です。人を殺したり、いろいろ暴動を起こしたり、いろんな工作機関ですから。それをメルケルさんと組んでやってたんでしょう。しかしそういうことが今や、また形が違って、対立から、いわゆる、融和政策になり、また今2020年頃からは、かなり溝を掘り出して対立の溝を作ろうと今している時期に今また来ている。これはやはり軍産複合体のオーナーの株主は全部入港とロスチャイルド、ロックフェラー、これはディープステート、こいつたちは株主ですから。軍事兵器、弾、人を殺すための道具を作るのはそういう人たちがみんな管理をして、資本を出してる。そして今のコロナをワクチン作るぞと、インフルエンザのワクチンも作ってやるぞと、子宮頸がんのワクチンも作ってやるぞ。この人たちも全部イルミナティであり、今のニューコートであり、そしてディープストレートである。みんながそういう大きな世界戦略に関わる産業には絶対的な支配、経営支配権を持っている。経済面で軍事制約、あらゆるその金融、そしてエンターテインメント、芸能、ハリウッドもそうです。そういうすべての娯楽、そしてギャンブル、そして肉、食肉、ノーベル賞。ノーベル賞は誰が出してるかといえば、ノーベル賞はネイチャーという科学雑誌のオーナーたちがノーベル賞を決める。そういう人たちが今絡んでるから、ノーベル賞受賞者は京都大学は多くて犯罪、関西大学、あや阪大、大阪大学はゼロだといういろんな絡みの裏にもそういう背景がある。そういうことをですね、やはり現実、この世界で250年にわたり、イルミナティたちの努力と、そして資本と、並々ならず世界統一政府の執念、思って続けてきたことが2020年に完成するという、この250年ぶりに一つの世界がスタートし始めたという、それを我々が GLP で喋ってるわけです。決して陰謀だとかなんだかんだのいい加減な話で打ち消されるような問題ではありません。今これを知って初めて民族のこれからの生き残り作戦が戦略として作ることが可能だと。それを知らずに戦略なんかは組み立てられないということを申し上げて。